はい、本日の高橋宏樹のシネマ館配信ですけども、今日はひろひろ広場バージョンです。自己紹介の方お願いします。はい、毎度お世話になっております。制作応援、広垣です。よろしくおよろしくお願いし願まいす。しまはい、す。はい、配信3回目の登場でございまして、なんとか目標のね、100を 言ってまして、多分、100再生ね。はい、この下にまた前回のアーガイルもね、貼り付けとこうかなと思いますけどね。お願いします。そうなんです。アーガイルもね、公開だって我々評判いいんですけど、やっぱりそうでネすタバね。レ禁止の映画はですね、紹介うん、しにくいのね。と宣伝しにくい。まあ、うん、なかなか伝えてしもたらね、面白さ半減というかね。だから、まあ、伝えてもなんか見れる映画もあるんですけど、アーガイルだけはちょっとしてしまうとね、もう、見てくださいとしか言えない。言えない。でも、ただそれを見てください、言われても、そう言われてもなっていうところね、一般の観客の方にはあるので、なんですけども。今日もですね、東宝東和さんの招待で、完成披露試写会で拝見させていただきました。ミリオンでおなじみのイルミネーションスタジオプレゼンツですね。フライです。はい。今週3月15日金曜日から全国ロードショー公開になりますけども。はい、これも簡単に言うとね、見てねしか言われまあそうですね。ない。でもまあそう、まあまあまだ、もうね。でもそんなに、まあね、ネタ的なことっていうのはそんなに大筋だけやからないんですけどそうも、なんです。はい、これはですね、アニメ映画ですけどね、アメリカ北東部にの小さな家に住んでるあれ、カルそうガですモね。の一家ですね。ニューイングランドですね。一家に、あれ、渡り鳥みたいなあれが飛んでくるのかな？ 渡り鳥的なカルガがモ。飛んできて、そこで、でお話が始まる。あ、そうですね。ほんで、結局、その渡り鳥がいろんなところを旅してる一家やけど、自分のところの一家はずっと家におるから、子供が見てみたいっていうところから始まるところですね。そうですね。そのね、出会いがきっかけで、ね、始まります。で、トントン拍子でそういうところ、その、楽園って言われるところ、目指していくんですけども、その道中でいろんなハプニングがあるっていうところをまあ、描いていで出るとい会いがあう、り、ハプニングがあり、っていうファね、ミそリーれを乗映り画でご越えざいます。て、ファミリー映画です。はい。ね、イルミネーションもいろいろペットであったりとか、寝具であったりとか、動物をキャラクターにするのが多くて、今回、まあ、カルガモっていうところでね、まあ、空が舞台っていうことで、どっちかというと今まではこの人間と接するキャラクターが多かったんですけど、今回、まあ、そういえばそうですね。まあ、その人間社会の中に、なんか溶け込んでるというか、寝具なんかはまあ人間を動物に置き換えてるパターンですけど、ペットはまあ、人間の世界に放り込まれてるっていう感じですけども、まあ、今回もちょっと人間と接点はありますけども、まあ、完全に掘り込まれてるわけではない。ではないですね。鳥界というかね。どっちかというとこう人間鳥のが、世界の中の。ほんでどっちかというと人間が悪者になってるっていうね。まあ、あの人だけですよね。結果出てきてるの。そうですね。見ていただいたら、そこがあってちょっと割ハラハラする。でもまあ、どうですか、まあ、今回、これもニューヨーク、大都会を飛ばしたシーンもあっまあ、て、通過点としてね、ニューヨークでいろいろね、あって、ドまあ、タそバれタはと。このイルミネーションのやつのちょっとよく出てくるパターンなんですけどね。やっぱりまあ、都会といえばニューヨーク。空飛ぶっていうのはやっぱり人間の憧れやから、まあそうですよ。人間でできることじゃないというかね。だから飛ぶを扱う映画ね、アニメでも実写でもね、スパイダーマンもそうですけどね、なんかやっぱり飛そうぶっでていすうのね。が、一つ人間の夢でしょうね。自力では飛ばれないかそうら。ですね。なんかこういうアニメでもして、こう見てると、あ、空飛ぶことっていいなっていうのが感じるっていうかね、感じましたけどね。この年になっても、あ、空飛ぶことが羨ましいなと。空を飛べることが羨ましいなと思いましたけどね。どうしたらいいかな、それ。いや、それは 無理でしょう。鳥人間コンテスト出て、ああ、そういう何こと百ね。メートル飛ぶぐらいですけどね。はい、わかりました。まあ、これもまあお得意の割れ、目がくるくる回るようなシーンもあって、
すごかったですけどね。まあ、鳥ですからね。鳥目線の、カメラワークとしては、まあ、結果そうなりますよね。でもこの、スタジオもどうですか、レベルが高いから、安心して見える。こんな、なんかこう、粗さもないし、もうなんか見てるうちにもああ、アニメっていうのも忘れてしまうし、なんかめっちゃ安心して見れるというか。でまあ、も、絵的表現はもう言うことないでしそうょう、ですこれね。ね。だから、まあ、特に本当、正直言うと、その映像的には何やろう、こう新しさっていうのは、もう慣れてしまってるから、当然やかそうら、よね。もうこの、もう今の時代、まあ、このレベルね、当たり前になってきたから。まあ、高いは高いですよね。レベルは高いは高いんですよね。でもこれ、まあ、作るも大変やなと、お前が途中、その目の回るシーンとか見てたら、もうこれ、作るの大これ変やなもと思ういつね、つ、どうやって作ってるというか、まあまあ、一昔みたい瞬に一瞬、セルガじゃないでしょうしね。セルガ CG じやゃかならいのね。かな、ちょっと どうやって作ってるのかがよう分からん。CG ちゃうもん。CG はセルガってないじゃん。まあ、あるパソコンで作ってあんねやろうけど、でも、こんだけ、まあ、アイデアがね、よう浮かぶなって思いますね。次々ね。まあ、アニメやからできるっていうね、ところもあんねんけど、そこね。でも、アイデアがすごいなって思いましたね。で、その鳥の特性もちゃんとまあ入ってそうるじゃね。ないですか。入ってます。そこは、これすごいですね。そこ抜けてしまうっていうのはなしに、鳥の特性っていうのも描いてるし、ちゃんとね、お話の中にね、理由付けとして、こういう修正とかね、そういうのがあって、こうしてますみたいなことですよね。で、これまあ、だから鳥ネタね、まあこう鳥も、見る鳥もありゃ食べる鳥もあるわけで、人間からしたら、そのいろんなその種類そうのね。パターンの鳥も出てくるのも、すごく面そうや、白くそうて、ね。逆にこの人間として見てるとですね、助けてあげたいけど、自分らもそういうことがあっそうやて、ね。言ってるわけじゃないですか。まあ、カルガモ自体は食べへんけど、まあ、でも鳥を ね、まあ、普段ね、意食識せせるずんで、鳥。なんか一瞬ね、見ててそういうことを考えてしまいましたね。ああ、そう。優しいね、高橋こうさん。楽しみながら、いや、でも楽しんでるんですよ、映画はね。そういう、こう、危機も描かれてて、そこも楽しんでんだけど、助けてあげたいけど、ちょっと、もうみんな致し方ないかなっていうのがありましたね。そうですね。ヒロインの、イルミネーションスタジオの映画はどうなんですか？過去は割合見てるんですか？そんなに、あんま深り。部ぐらいかな、見に行ったのはっていう。まあ、あれは音楽映画やからやっぱ音楽目的で行っちゃってるけど、だから、ぐ単らい。に、あれはね、人間をどうですか？動物に置き換えただけだからね。どっちかと、それだけです。まあ、ペットとかいうのはどうしても動物目線やから、まあ、今回も鳥目線になっちゃうからね。なんかどうしても、ちょっとファミリー向けには、年齢層がちょっと低くなるんかなっていうのはありますね。まあ、それはそれでいいんじゃないですか、そういう映画があって、別に。まあ、別に大私人も。が見てあったか、そういうこともないし、ね、なんか一歩踏み出すための、映画というかね、まあ、そういう題材でしょ。そうそれはネタバレじゃないよね。です。そうだよね。フライですかね、フライですか。飛び立とうっていう、この春休みから春に向けて、みんな新生活頑張るっていうところにもね、入っそういうてこる、とそうか。いう意味合い取ってもらってもいいしね、大人になはそうら、いう。新生活を迎える方にちょっとおすすめってことでいいかだからそういう置き換えしてる見方もね、その3月から4月にかけての不安さっていうのをちょっと置き換えてるっていう見方も、もしかしたら一つ、あるの大か人のな人はできるかも。子供はそこまで多分理解せんと映像見て、だから多分もう楽絵しま的せにる。も子供は皆さん、まあ、そうですね。楽しめるでしょう。だからちょっと大人の人は置き換えてみると、そういう感じで見てほしいなと思いますね。まあ私そうだっ見たたら、ら、深い内容よね。いや。そう見てください。そっちも大人そう目ね、線大で、人の人は。大人の目線で見もらって、ほんで、まあまあ、親子的なのも描いてるから、そこの難しさね、子育ての難しさっていう、ちょっと、親目線で見ると、そこも描いてるし、
子供目線で見ると、子供から親に対してのなんか希望っていうかね、そういうのも割合、はい。それは人間としてもあるそうで話やすかね。ら、そう見てもいいかなっていうのは思いましたね。はい、まあ、私たちはどっちかというと字幕版、英語の方そうででね、した。見たんで、割合その洋画っていう感じで見ましたけどね。日本語版、多分ね、日本語版で見る方が多いと思いますが。今これ、キャラクターの名前を覚えてんからさ、ホームページ見たら絵面があるから、この声をこの人がやってるっていうのは わかるんですけど、もしこれ日本語版で見に来はるさ、さっきホームページで、この、ですね。その画像のキャラクターはこの人っていうのを見て、知って見に行く方がいいですね。まあ、イメージ湧きやすいというかそうですね。ね。まあ、この主人公マック、お父さんの声を堺雅人さんがするということで、意外と声優としては初めてなんですね。今まで。あ、そうなんですか。そうなん、やったことないです。売られたとしてそれはは、ちょっと意外。なんか最近事務所変わられて、我個人あ、そういうこ的ともなあ事務り。所になったから、自分が OK になれば OK みたいな仕事で、ずっとなんか声優はした、お子さんも生まれてて、声優したかっあ、たっそて。れは、うん。だからその父いいで親すね。の、その声優をしたかったみたいですね。で、今回その事務所が、独立みたいな形になったので、今までの所属が離れたんで、できたっていう感じ。だからどうしても前の事務所だったら、ね、フライングハイじゃないわ。スカイ、なんですか、半沢直樹ともう一個、人気のドラマありましたやんか。よく分かる。ドラそマれいでろいろ。ドラマちょっとわかんない。のイメージがごあめんるなかさい。ら、イメージがあったから、多分この父親役っていうのは難しかったです。まあ声優っていうか、的には、イメージが、そのイメージが強すぎるから、やったんですね。最近まあちょっとドラマも、そんなに印象残るのに出てはれへんから、タイミング的にはいいのかなと思いました。で、お母さん役が麻生久美子さんですね。はい。で、出ておりました。そして、チャンプっていうのが、劇中途中で出てくるんですけどね。劇中では、我々性別不明なキャラクターでしたけども、今、ヒコロヒーさんが、ヒコロヒーさん、はい。ね、今、松竹芸能でね、金太郎の後に頑張ってますけどね。無 我声をやってます。芸人さんですか、これは。そうです。松芸人竹芸さ能ん。さん、はい。所属あ、のようそうでです。すか。はい。そして、ダックスが、これが、お兄ちゃんの方やね、要するに。はい。そうですね。これが黒川宗谷さんって読むこんれですがね。宗谷さん。はい。ということで、教えていただいたのが、彼があれですね。映画怪物。怪物のお兄ちゃんの方におね、兄ち多ゃんの方でね、ですね。分。なんか、すぐ大人になるか分かりますよね、顔が。はい。まあ、これもう中学生ですからね。はい。今は中学生か。去年中2だったから。で、グウェインっていうのが岩村ちゃんがやってて、ダンオちゃんが、波佐間みちおさんですね。声優界では人気でございますから。でおなも、じみ。はい。で、もう一人また声優界人気の野沢雅子さんがね、出てるっていう感じですよね。字幕で見たから、エそうリン、です、わかんないです。そう、わからない。実際問題わからないんで、もう一回、ちょっと見たい気も。そうね。しますけどね。だから字幕、英語で見た時のこのマックのイメージが、私、この堺雅人さんと一致しないんでね、どう声で演じてるのかなっていうのも。そうよ。ちょっと、なんかね、ひ弱なお父ちゃんというか、どうなんやろ。だからちょっとコメディ寄りだったでしょ、前は。お父そちゃこをん。どうしてるん。だから、堺さんのも、完全なコメディの役を今まで見たことないから、そうですそれね。をだからどう表現するのかなっていうのが、多分役者さんができると思うんですけど、そこがなんか、ね、見てみたいなっていう感じで、多分予告編、日本語版の予告編出てるから、それでは わかるかそうな。まあ、予告編は、で、ちょっとチェックしましで、見ていただきたいかなと思います。はい。だいぶ、意外と、喋っておりますが。はい。残り時間が少なくなっております。はい。意外と喋りましたね。どうしようかって言ってたんですけどね。でございます。そうですね。はい。これがですね、劇場3月16日から
全国労働15、商工会3月10、15です。15ですね。はい、15金曜日。はい。はい、から全国労働商工会でございます。私たちの地元ではですね、ムービックス、尼崎、津軽三々劇場でもやりますんで、はい、尼崎の方はぜひとも地元で見ていただきたいと思います。あと、全国ね、これ春休み、ボーンと行きますんでね。飛ぶ勢いで他の映画に買ってほしいかなと思いますが。はい、頑張まってほあまあしいでね、す。この春休みまでちょっとファミリー映画がいろいろ多いんでね、難はい。しいところありますけど、ぜひとも一本として、ファミリー映画の一本として、そういう、先ほど言いましたように、親から子供への教えというかね、そういうところも、なんか伝わればいいですね。そうですね。うん、子供の方も親の方も伝わればいいんかなっていう感じで、意外と、アニメといえども、侮れない作品になっておりますので、見てほしいと思います。そういう、かわいいかわいいだけではね、ないと思いますじゃないです。はい。ので、それしっかり見てほしいと思います。そして、イルミネーションイコール東方さんの作品、夏はですね、グルー、怪盗グルー、はい。はい。新ミニオン作。長編集になってきます。そして発表になりましたけど、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの続編が2026年に公開、決まりましたんで、です。で、企画中の作品としては、先ほど言いました、ペット3、シング3も予定されております。フライも流行れはい。ば、フライ3というのが制作されるかもはい。わかりませんので、皆さん、日本での応援よろしくお願いします。そして、はい。はい、よろしくお願いします。今週が、ペットがですね、シンゴかな？テレビ放映もありますんで、それもああ、は調い。べて見そうてですね。いただきたいと思います。はい。我々、はい。この作品も、曲が良くて、そうなんです。この、イルミネーションイコールユニバーサル系のアニメのね、我々曲がね、はい。ユニバーサル映画大体曲がね、割合、曲ありきのところもありますんで、見てまあそこもお楽しみいただけれいただきたいと思います。はい。ば。そしてまあ多分次回はですね、また日本の映画のご紹介を2人でできると思いますけども、はい、告知の方、もしあればどうぞ。なんかあります。はい。私から、ちょっとテレビドラマにはなるんですけど、3月26日火曜日深夜から、からかい上手の高木さん、ドラマ版ですね、の放送がスタートします。はい、よかったら、はい、後に映画版として、5月31日公開、はい、もあります。はい。はい。それはあれですかね。エンドタイトルに、テレビもエンドタイトル出るんですかね、名前がね。わかりませんね。どうなんですかね。ちょっと微妙ですね。テレビ、ちょっとあんまり経験ないんで、どうなってるかわかんないですけど。ぜひとも本編見ながら、皆さん、そういうエンドタイトルも楽しみの一つとして、ひろそうゆできすニーね。チで出ておりますんで、はあい。るかなまいか。あ、はい。名前見たようはい。ですね。ドラマ見たよって、名前見なくていい。まあ、本編見てもらったらそれでいいんですけど。でもはい。まあそのもう、すでにそういう進み方ね、ドラマがあっても映画っていう、ちゃんとした組み方があるからね、ぜひとも。はい。なんかこれアニメではすよい。ね、もともとね、漫画かなんかでしたっけ。もともとは漫画ですよね。で、そうね、だから漫画漫画で、もアニね、メーションもなって、劇場版アニメもありの、今年はドラマと実写映画。はい。実写ドラマ、実写映画の流れですね。もともと原作が人気あるから、そうやってできるんですよね、やるんですよね。まあ、ある程度当ね。然そうでしょうね。うん。原作人気がなかったら、ちょっとドラマも映画もしにくい。それはもう、それはアニメにもなり、ドラマにもなり、映画にもなるぐらいの、はい、みんな大好き、高木さんってことですよね。みんなそういう題名書いちゃうんですね。書いちゃうんですね。はい。ぜひとも。はい。まず、フライ見に行っていただくとね、もしかしたらその予告編もかかってるあ、かもそうですね。わかりませはい。んし、はい。ぜひとも見ていただきたいと思います。一人語りで語ってきました、ファイヤーバードもおかげさんで地道にヒットしましたし、そしてマッチングもね、おかげさんでペースを落とさずに、ヒットしており好評ます。ですね。はい。あれね、さっきちょっと違う人喋ったんですけど、結局あの花なんとかっていう映画ありました。松竹の。あの花なんとか。福ああ、原。で、あれがヒットして、あれ見に行ってる時に多分みんなね、マッチングより、ね、見てると思うんですよ。詰め込みやったらね。だから多分あの世代がずっとそのままパターンちゃうねんけど流れたかなっていう感じですね。だからこうそういマッう流チれングもあが入っるのたかな。今度次の
また映画が予告編流れてたら、それが流行はい。る。ちょっと映画館の原則って、割れそういうのがありますよね。ヒットした映画の時に予告編かかってると、これっていうのはありますね。そうね、目にする人がね、たくさんいるってことですもんね。多分これ、フライ上映が始まりましたね、カイト・グルーの予告編も。はい。多分つくと思いますんで、その辺もはい。見ていただいて。ほんで、これ短編がつくやりますね。私たちは見てませんけど、フライの同時上映で短編がつくはずなんやああ、な。そうなんですつかか。ないかな？わかんないけど。あれ？あ、つけへんか。あれはミニオンズか。カイト・グルーか。わかりません。ちょっとホームページの下貼り付けておりますんで、その辺。い。そこで確認してもらえつたら。け、つかないかな？今回つけへんのかな？乗ってないな。乗ってませんね。乗ってませんね。乗ってませんね。わかりません。多分グルーの方はミニオン短編がつくと思いますか。フレイはつくんだ。あ、同時投影乗ってます。ミニオン乗っの、てます。あり。月世界、月世界っていうのがついてますね。はい。です。ございます。ついそてれるのも、ね。はい。見てじゃあ、そちらも楽しショみックにでしすね。そて。れ見はにい。行かないからね。それ見てへんから、それだけ見に行くから。5分か3分、3分か5分食べて。まあ、その短編と、日本語、吹き替え版、もしかしたら、いかないはい。ああ、かそうもでね。すね。吹き替え版を。ということです。はい。はい。皆さん見てる方ね、大人かどうか分かりますけど、ぜひとも家族で、見に行っていただきたいと思います。もう大人一人で行くのも全然はい。ありでございますね。よろしくお願いします。ということで、今日、高橋宏樹のシネマ館配信、ひろばやすけでしたけども、お相手の方は、制作公演、ひろがきと申します。ひろがきでした。はい。そしてシネマコミュニケーター高橋宏樹でした。それではまた、配信、いろんなことを配信していきますので、よろしくお願いします。ぜひとも劇場でご覧ください。空高く飛んでください。はい。どうもありがとうございました。はい。何のポーズですか？ いや、空高く飛ぶのかなと思って、ですね。じゃあ皆さん、劇場の方でエンドタイトルで空、なんか、飛ぶポーズしてください。はい、ありがとうございました。こうか。